おはようございます。ジャン君の体調が見た限りではだいぶ良くなったようですね。今日は朝からいろいろゆっくりですけれども、部屋の中を移動して、さっきトイレも入ったね、きっとね。ブラッシングを要求するかのような、このポジション取りですね。これも3日ぶりぐらいかな。さて、なぜ下痢をしたりしたのかが本当によくわかりません。特に変わったものを食べたわけでもなく、このところの変化といえば異常に寒い日が続いているということですが、ちゃこちゃんが、病院から、病院に行って手術をして戻ってくるということで、室温は少し上げていました。なのでそういう意味では部屋の中にいる限り急に寒いっていうこともなくですね、過ごしていたんですが、どうだったんですかね、ジャン君。よいしょ。ポンちゃんはブラッシングすると歩いてっちゃうんですよね。ポンちゃん、なでなでのがいいの。今日あたりはみんな外歩かせるけどいいですか？もし気になるようならちょっと避難しといてね。シオン君がもう丸一日昨日ね外へ出てないから、遊びたい遊びたいって言ってるので出しますよ。ジャン君上に運んどいてあげようか君を。はい、ジャン君、よいしょ。
く出すからね。タコちゃん出る？出たがってるね。もう調子いいんだね。ちゃんくん戻ってきちゃったね。じゃあここで撫でましょう。はい、ちゃこちゃん、ちゃこちゃんはもうすっかり元気なお子様に戻っています。しおんくん、しおんくんはポンちゃんに怒られています。しおんくん、はい、失礼しました。あんまり過激にちょっと静かに遊ぼうよ。ちゃこちゃん、ちゃこちゃんすっかりね、もう子供の元気さに戻っちゃってる。ただ過激な遊びを始めたのでちょっと心配なんだけど、大丈夫かな。あれ、
今まで遊べなかったかな。爆発してるから。ウイちゃんが顔が見えると逃げるね、やっぱり。大丈夫よ。うん。ありがとう、ありがとう。おお、すごい、すごい。突き上げがすごい。うん。はいはいはい。はいはいはい。あの、カプはさ、なんだろう、どうしていいかわからないカプって感じかな。全く痛くないからさ、面白いなと思って。なんで噛むのかなって。あ、落ちる落ちる。落ちちゃうよ。気をつけてね。嬉しい嬉しい。うん、嬉しいな。うん、嬉しいね。うん、うん。ありがとう。ありがとう、ありがとう。うん、ありがとうね。何何話。はい、何でしょうか。お、はいはい、すごいね。なんかすごいね。なんでちゃん。はいはい。はいはい。はい、いい子だね。はいはい。はいはい。はいはいはい。はい、カップ。そろそろクロケンパパもチャレンジし始めようかな。そうだね。どうする？今変わる？今は気持ちよさそうにしてるからそれでいいや。また全然違う時にやってみる。うん。今日2階でさ、少し甘えかけた時にやってみるとか。うん、いいね。やんでちゃん、一回でさ、甘えられたらさ、抱っこしやすいんだけどな。よしよしよし。ここから持ち上げて抱っこしちゃうとかした方がいいのかな。まあ、まだいいでしょう。はいはい、はいはい、いい子だね。かなりいい感じになってるからね。うん、はい、どうしたな。はいはい、どうした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 、何がしたいのかな。何がしたいのかな。どうしたいの、あんたちゃん。そこで我に帰った。はい、はい、いいかね。チャコちゃんは遊びの後、はい、自分でベッドに戻りました。どうですか、お腹空いてないの。どうぞ。やっぱりチュールから食べるのね。はい、冒険パパだと触らせてもくれたいのかい、君。そうなの。チャンネルと一緒だよ。はい、カリカリです。すごいね、カリカリ食べて。はい、いかだね。よしよし。めっちゃいい子だよ。冒険パパね、一緒だよ。ふふ、お腹すいたね、今日いっぱい遊んじゃったからね。よかったね、いっぱい遊べてね。はい、カリカリですよ。あ、アイをどけて、お手でどけて。うん、いい子さん。はい、リカさんね。はい、どうぞ。はい、はい。おもちゃがあって食べにくくない？大丈夫？